真がいっぱい出てきたんですけど、もうなんか変な写真ばっか出てきて面白かったなっていう思い出ですが、そうちょっとポストでね開けさせていただいたので、昨日そう可愛がってもらった先輩ですね、本当に。よかったら見てください。見ていただいたかな、もしかしたら。なんかさっきまでですね、あの制作、そうお昼も制作、お昼とか朝とか制作しながら、そう歌の練習合間にしたりで、あのさっきとかは公演の練習をしながらミュージカルの練習もやったりしてて、めちゃめちゃじゃなんかそうでしょ、なんか今日はなんか珍しくこういう可愛い服をね、なんか前髪変ですね、あの着てるので、これをねせっかく着てるから配信して着ようと思って、これで練習したらもうめちゃめちゃ暑くなっちゃって、そうだから前髪も止めてるんですけど、めちゃめちゃ暑くなっちゃってもう耐えられなくてクーラーつけさせてもらいました。さっき今着てます。ちょっともう耐えられなくて、こんそう可愛い服で配信するのにこれずっと着てたんですけど、配信の時も T シャツになっちゃうかなと思ったんですけど、クーラーのおかげでなんとか、まあ、着替えればいいやんって話なんですけどね明日の S 公演は FH 下手。おお了解です。ね、明日の公演もなんかそう緊張してるんですけどね、その明後日から始まる稽古もですね、明後日からいう立ち稽古になってですね、どんどんこう台本をですね取っていかないといけないんですけれどもね、じゃあそこのレベルまで到達できてないのでですね、不安がいっぱいなんですけども、まあ、頑張るしかって感じですね。おっぱいのも可愛かったです。本当ですか？本番どうなるんでしょうか。あ、そう舞台のビジュアルがおっぽいんですけど、そんな感じなんですよ。3月もありがとうにゃん。あ、今年度ありがとうございますね。今日でそっかラストですもんね。皆さんも忙しい中ありがとうございます。明日届くんですね。お、私も早く見たいです。聞くお散歩は行けず、はい、やることいっぱいでちょっと行けず、そうなんかテレビの調子が悪かったりドライヤーも一個壊れたりとかあって、なんかそういうのも買いに行きたいねって言ったんですけど、全然そんな暇はありませんでした。で今日は暑いですよね。毎朝強くなっててよかったね。そうなんですよ、そうよかったにゃんこ。あ、アルタもありがとうございます。うん、ヨガのワンダムが今日最終日だった YouTube でアーカイブあるんですか。ええー、すごい見れちゃうんですか。ええー、そうなの、それはすごい。明日会えるんだった、嬉しいけど忘れてたなって感じですね嬉しいでも会えるの。うん、うん、うん。年のみこね、懐かしかった。あの時もすごい演技で苦戦して、しかもなんかあれなんですよ。あの本番期間中になんか、しかも本番始まる結構直前らへんだったんですよ。多分昼2回公演で、昼公演終わった後 で夜公演もあるみたいな時 で昼公演終わった後になんかその監督さん、あの演出の方ですかね、聞きに行ったら感想なんかすごい怒られてですね多分なんか芝居をなんていうか、芝居を自分が気持ちいいところで演じすぎてどんどん芝居が長くなってて、それでめちゃめちゃ怒られて、自分ではこういい感じに演技できてきたりと思ってたんですけど、
それでめちゃめちゃ怒られたんで、めっちゃ泣いてたんですよ、一人で密かに舞台の裏でそう、誰にもバレないように。そしたらですね、なんと谷さんがまさかの気づいてくださって、飛び込んでこうね抱きつきにして慰めてくれて、それが特に嬉しい思い出です。めっちゃ慰めてくれて、夜公演できるかなって感じだったんですけど、立ち直れました。明日の公演は上と後ろの方、お、了解ですっていう思い出がありますね。ね、懐かしい。今年も残すところあと9ヶ月かって思うとめっちゃ早くてびっくりですね。明日久しぶりに公園にお伺いいたします。わっ、頑張ります。明日は18時半開演ですね。新年度か一発目の公演ですね。わあ。夜中の2時まで湯煎専門桜を見てました。あれですか、巻き戻しとかしてくれて見てくれてたところですかね。どうなんだ、私も早く見たいですね。変な顔も静かにゃん絶対変顔だらけですよね。出来故障中なんですか。ショックですね、それは。ちょっと私のテレビと一緒に買い替えですね。買い替え。あ、プロレスね、いいですよね。私もね、あれ出たいなって思いますね。あ、お仕事中だけど音声だけで参加しますね。うん、仕事夜遅くまでお疲れ様です。この後もファイト。明日来いからね、一列真ん中、頑張ります。前回は必死っていうのもあって、やっぱジポジよりもちょっとあれだったので頑張りますね。どうだろう、明日も必死かも明日、愛、君、入ります。あ、入ってくださる方多いですね。頑張りますね。そうねですね、ちかこさんは朗読劇の方かな。ただいま参上ありがとうにゃー。明日は最善。おお、すごい、頑張りにゃんこ。あ、そうなんですね、すごい、いい話でした確かに。の人だと思って、嬉しい。あ、そうなんですか、里川ソロライブ。すごい、ソロコライブ、ライブ、すごい、おお、すごい。私も頑張る同期も頑張ってるから。確かに。あ、そっか、エイプリルフールだ。エイプリルフールですね。ゆずさん明日誕生日ですよね。ゆずさんミュージカル見に来てくれないかな撮ってみよう来てくれたらいいな。でも忙しそうですよね、仕事とか。どうなんだろう、実家で。あ、いいですね、いいですね。あの、あれです、応援なんですか、ライブの方出てみたいなって。
あ、そうなんですよ。ミュージカルはそう、あの義経でお世話になった方も多くて、そうだからそうです、心強いです。皆さん優しいですし、日々入ってあー、皆さんあれですね、調子悪い方は私もだけど卵割りちゃんと割れるんですよ。片手で割れるのすごいですよね。あれやってみたい。おつまま入社式頑張れー、ファイトー。来週の風 TV 祭り行きますね。あ、お待ちしてます。7日、そう、それもう少しですね。ね、そうだ、静かにやんぶる前だ。今日までの時は間に合ったよ、よかった。あともう2時間切りました。皆さんね、ありがとうございます。静かにゃんゲットまであと2時間切っております。そしてね今日までですので、小屋の番頑張る。なんかミュージカルを今ね、あのやらせていただいてて、5月にゴールデンウィークであるんですけど、なんかミュージカルはすごく楽しいし、そのミュージカルの歌い方みたいなのもこの今回の機会すごい学べてるので、わかんないですけど、そのソロ公演とかでもなんかそういう曲がねあっても面白いのかなって、すごくないじゃないですか。普通のアイドルの人は なんていうんですか普通のアイドルの人って言い方変ですけど、こう なさそうじゃないですか、そのソロ公演とかで。アイドルのだからそういう曲もあっても面白いんじゃないかなって思うんですが、皆さん的にどうですか。養子のきっかけが年のみこ、って聞いたことあります言ってくださってましたね、ありがとうございます。すごーい。うん、あの行ってみますね。すごいですね。片手で？え、すごい。この静かにゃんお守りがおすすめです。いいですよね。願いが叶いやすい。え、お守りは願いが叶うんでしたっけ？あれ？よかった、ありがとう。3月度の生写真も届きました。あれですね、あの制服の衣装のですね、なんだっけ、間に合った。あ、ありがとう。記憶が蘇りましたよ、専門だから。おー、嬉しいね。あの本当に円盤化していただけて本当にありがたいですし、ミュージカルやるのはお相手も考えとくね、ありですね。まあ一人でもできそうだけど、誰かとやるのも楽しそうね。面白そうですよね。とか盾とかわかんないけどいろいろできそう。愛しさんのアクセルかゲストに誰か来てね、面白そうですね。16が16です、ね、連続もありがとうございます。次は私頑張りますね。まだ届きません。でも29日発送でしたっけ、だからちょっとね、トイカとか時間かかるかもですね。暑いですよね。人生も確かいい曲、あ、いいですね。私も結構好きなんですよ。あのリクアワのランクインもね、本当に嬉しかったですし、ありがとうございます。私今なんか言おうとしたんですけど、何だったか忘れちゃったな。今日は
アイタイムです。よろしくお願いします。貧民なんですが、貧民が一番多分少ないんですよね。なりすましとかがないし、だから当たりやすいんじゃないですか。お料理動画、あ、本当ですか。またね、お料理配信もあるといいですよね。顎に送ろう、あります。なるんです。何を言おうと思ったんだろうな。あ、インターネット時報を見たい、にゃんこにゃんこね、ほくろ、そう、意外とあるんですよ。ありがとう。今何時かな、16分だから。あれ、何言おうと思ったんだろうな、さっき。17分になりましたね。19分45秒にスタートでもいいですか。明日ラッキーメニュー行っちゃいます。どうしよう。じゃあ発動で19時45分スタート。 OK。 あ、じゃあお願いします。貧民でした。あら、なりすましかな、わかんないですじゃあお願いします。大郷さんのドキドキときめきアイタイム、お願いします。会えますように。意外と時間があります、まだ。準備できそうですね、皆さんも。あれ、何をと思ったんですかね、さっき忘れましたね。まだお風呂に入ってないんですよ。これからサッパです。ねえ、会えるかな。まだ結構あります、あと1分以上あります。なりすまし、あ、いいんですか。当たりたいですね。なりすましてくださったの、当たれなかったらちょっと悲しすぎる。当たれるかな、当たれるかな。3月も楽しかった。本当ですか、本当ですか。そう、おでこにゃん、でこにゃん。あ、なりすまし、お、当たりますように。確かに19分だったよ今。当たれるかな、当たれるかな。まあ、0人はないんだろうな、きっと。こんばんは、大富豪します。もうちょっとで。30秒今、もう少しです。40 41 42 43 44 45。おー、早い、マッチングが。どうだ、おお、おお、2人かな、2人お会いできました今。わあ、こんばんにゃんこ、大富豪してます。働き癖、あ、まだなかったですね。仕方ないですね。あ、横にゃんビーム、嬉しい。あ、ありがとにゃん。横にゃん奇跡と、私のカードとかいろいろ使ったり、スタンプも使ってくださってるけど、みーちゃんのときめきですね。みーちゃん、みーちゃんって、みーちゃんってどなただっけ。3人。お、ちょっとね、なりすましまで使ってくださった方申し訳ないですが。ああ、石津、うん、よこにゃんのもつけてね
カードはいまいちですね。こんばんは。こんばんにゃんこだ。とか星かな、これは。この方はこんばんは。大富豪タイム。フェアスタンプしか装備してません。お、スタンプもね、新しいの出たらいいですよね。ね、ありがとうにゃん。一番強いカード出しちゃうか。あ、でもちょっとやめとこう。あー、ちょっと革命来そうな予感がしてますね今。あー、大富豪に行くなれば。お、私星の方上がれるかな。頑張れー。お、あそこ見覚えになっちゃったのか。難しいですねこういう場合。おめでとうってするの難しくないですか。なんかね、おめでとうにゃんこ配信で言おう。おめでとうにゃんこ。あ、忖度してくださってる、ありがとうにゃん。あー、終わりました。富豪になれました。わーい。そして2人会えました、ありがとうございます。お久しぶりにお会いできた方がの方が多かったかな。ありがとうにゃんこ、嬉しい。当たらなかった方すいません。でもまたやるので当たろうね、いつか。ね、当たりましょう。ありがとうございました。大吾さんのドキドキときめきアイタイムでした。ありがとうにゃんこ。みよこちとんまいとんまい、でもやってくれてありがとうございます。結局ひみ、あ、ごめんにゃんこ。次回チャレンジ、あ、嬉しい。チャレンジ期待してる、嬉しい。ありがとうにゃん。じゃあ今日はですね、ちょっとあのお洋服トーク会、あの握手会撮影会ので5月分をあのまだお洋服発表しなかったので発表させていただこうと思います。そうにゃんそうにゃんそうにゃんころん。じゃあちょっとお聞きください。初めて発表します。 SK ホテル32枚目シングル愛のホログラム現地上版特典会のお知らせなんですが、あ、久しぶりですか。あ、ありがとうにゃん。宣伝タイム中です。発表しますよ、5月の。何でしょうね、何でしょうね。でこだし明日、え、どうしようかな。じゃん、ここからですね。5月11日土曜日は愛知スカイエキスポさんでツーショット撮影会のスタンディングバージョンをさせていただくんですが、そう、撮影会の時は1部からになるんですよ。 1,2,4,5,6 部の5部になるので皆さんお気をつけください。朝からです。で、私はこの 日はですね、静か午前衣装を着させていただきます。なんと、ね、そう、お聞きしたらですね、サティデラックスさんの方で許可いただけて、なんとお借りできるということなので、はい、あの静かにゃんになっちゃいたいと思います。一人で着れるかな、頑張ります。スタンディングだから全身ね見てもらえると思うので、で、あのセンスと生誕祭の時にいただいたあの和傘みたいな、和傘って言うんですか、傘の和の傘みたいな、あの刀かなみたいなとかね、小物も使って写真撮れたら楽しそうだなと思うので、なんか見てくださって知ってくださってる方とかはなんかあのシーンとかね、あの包みないけど
私が鼓叩いて狐出るシーンとかなんかいろいろできそうなので楽しみましょう。そう、鼓はねちょっと厳しかったんですよね。そうで、この日あのアーヤの個性も借りれたみたいなのでね、アーヤとも一緒に撮れたらいいなと思うんですけど、皆さんともこの日はツーショットで撮れるのでぜひ一緒に静かにアントを撮ってねで、5月12日日曜日ナイチスケエキスポさんはツーショット撮影会の着席バージョンになるんですが、1、2、4、5、6部でセーラー服を着たいと思います。意外とねあんまり着てないなと思って、まあコスプレなんですけどね、まあコスプレなんですけどフレッシュにね、しかも普通のセーラー服じゃなくてめっちゃ可愛いんですよ。なんかもうえみたいな、え可愛いって一目惚れしたセーラー服があって、そう普通の感じじゃないんですよ。だからこれもまた見どころだし、セーラー服だからあのでなんか爽やかな感じなので、ちょうどあのセーター祭でいただいた花冠桜のもうなんか似合いそうなので、そうセーラー服です。花冠も似合いそうだなと思うのでそれもつけさせていただく区分あったり、春ですね。あとなんかセーラー服なんですけどランドセルが似合いそうなセーラー服なんですよだからなんか部によってはランドセルもあったらいいかなって思っております。はい、最強、え嬉しい。で、5月25日の土曜日別れめっちゃさんの東海握手会は握手会3号部で東海7、8、9部なんですが、あこの日そうみよまると交換コーデをします。お互いねあのいろいろ持ち寄って、うん、決めたんですが、もう本当に私が借りるのは本当に身を回るって感じです。身を回るって感じになるし私のも私が貸すのもなんか普段身をもらい着てなさそうな感じだなって、お互いだからレアだなって思いますね。なんですか似合うセーラー服と、いやでも似合うんですよそれが。はい、おしゃれでしょうかどうかな。ツーショットでリベンジ、あ本当ですか嬉しい。うーん、ロメで、うーんサプライズかな、違うかで、5月26日日曜日の幕張メッセさんの東海握手会、握手会3号部東海7、8、9部は3号部がパジャマで7、8、9部が生誕コーデを着させていただこうと思います。パジャマは私意外とないなと思って、なんか夢でも会えるかなみたいな感じのパジャマです。知ってるかな、知らないですよね皆さんまあまあまあご想像にお任せしますね、どんなパジャマか。7、8、9部のセーターコーデは今回のセーター T シャツがおしゃれなので、自分で言ったらなんか変ですけどおしゃれなのでなんか自分それに合わせたなんかまあ、おしゃれな感じのオリジナルコーデみたいなしたできたらなと思ってるんですけど、皆さんもねよかったら来ていただいて、おそろっちみたいな感じにできたらな、できたらより楽しいかなっていう、ペアルックっていうんですか、ペアルックみたいな感じあ逆にねラフな衣装の逆にそういつも張り切っちゃうからラフなのは逆に珍しいかもですね、確かにで、これで先着販売期間中なんですけれども、5月11、12日静かにゃんと、セーラー服の
昨日愛知スカイキスポさんの中書店撮影会は9月1日水曜日12時正午が締め切りとなっております。まあね、まだ先なんですけど、まあ時の流れは早いですので、あっという間にもう次気づいたらもう5月1日になってたりする場合も全然あるので、あのぜひね早めにあのそうゲットしてもらえると嬉しいなっていう、申し込みしてもらえると嬉しいなって思います。で5月26日26日も幕張メッセさんのトーク握手会は5月17日金曜日12時正午までとなってます。はい、これも忘れないでね。この2つがとりあえず一番、まあ、早いかなって感じですね。聞いてくださってありがとうございます。いや3月もう今日で終わり、もう4月でしやす明日からでもう1ヶ月しかないじゃないですか。そしたらもうあっという間にもう気づいたらもう5月1日になってるので、本当にお気をつけくださいはい、ミュージカルもねまだまだまだあの全然お席あるので本当にもうめっちゃ頑張ってて、あのずっと歌ってるので基本歌える時は、だから本当にもう配信中もふとした時に歌っちゃうんじゃないかなっていうぐらい、そうきあの意識しないと気をつけないと歌っちゃいそうになるんですけど、はい、そういうね頑張って今日も練習とかしてるので、もう本当に見ていただきたいし、あのそうあこれを言おうと思ってたんだ、今回のミュージカルはそう配信とか多分円盤化とか多分ですけど なさそうなんですね。多分きっとないだろうなと思うので、もうあと2回しか見れないので、その3日4日の5月3日4日のだから見てほしいですはい、この前メインビジュアルが出ましたが、はい、本当にもうまず台本がもうストーリーが素晴らしいというか、もう泣ける、うん、刺さる、心に刺さる作品だなと思うので、はい、そうめ、うん、かなり好きな作品ですね、私の中でも。見てほしい見てほしいですね。ぜひあのポストとか、ポスト X だ、 X さん、私の X さんか M ミュージカルさんの X さんでを見ていただいたらわかると思うので、ぜひお願いします。うん、ハンカチャとか皆さんが用意しちゃうぐらいになれるように頑張ります。ちょっとこの前のあら同士はですね、ちょっと泣けるとこまでいけなかったので全然ちょっとねあの頑張りますね。はい、ということで発動は明日のメニューなどお伝えしつつ、あれとあれと、じゃああれとあれにします。ボックスティッシュもあった方がいいレベルです、もう本当に、うん、泣いちゃうよもう多分頑張ります、私たち次第、私次第ですね。はい、応援してますね、よかったら見に来てください。生演奏もすごいです、チェロとピアノの生演奏があるんですよね、すごいですよね。はい、じゃあ発動いきます。ピピャービームわーからの明日のおすすめメニューは手羽先だけど、今日私が食べたのは手羽元です。からの3月もありがとうございました。4月も今年度もありがとうございました。新年度っていうんですか、新年度もよろしくにゃん。新
新年度っていうんですかからのいちご、すごくないですか。いちご、いちご、リアルいちご、最高。もう匂いがですね、すごいです。マカすごいやんこ。食べていいですか。いただきます。はーね、大きいですよね。とちおとめだったっけ。いただきます、いただきます。おいしい、おいしい、みずみずしい、おいしいにゃんこ。うん、ぴょーです。これはおいしい。これで足の公園より頑張れちゃいますねいや、めっちゃ大きいですよね。おいしいやんこ。幸せです、幸せです。後で食べますありがとうございました。来てくれました、お父さんが。美味しい、最高、最高でした。あ、そうなんだ。あ、95。え、お皿、胃袋お皿ですね。あー、お、2235人の方もありがとうございます。明日は皆さん公演ですので、配信になっちゃう可能性大ですが、よかったら見に来てください。お待ちしてます。はい、ありがとうございました。今夜もちょっと私はお風呂に入って練習しなきゃかなですね。頑張るす、頑張ってきます。皆さんありがとうございました。ゆっくり休んでね。今年度もありがとうにゃー。来月も新年度もよろしくお願いします。皆さんもゆっくり休んでね。またねー、シャチホコー、アイスミホコニャン、夢で舞いますように。ありがとうございました。またねー。